本当にこの暑い日差しの中で伊藤頑張れと皆様に力強くご支援をいただいて、絶対に負けるわけには参りません。何があろうが最後は勝つ、その決意で全身全霊で戦い抜いてまいります。今、兵庫中を回らせていただく中で本当に一番多くいただく不安の声が物価高騰に対する不安です。ガソリン代などの燃油代、しっかりと抑えていこうと、補正予算を1兆1000億を超える金額を石油の元売り会社に投入をさせていただいています。今その効果で約40円1リットルあたりで今抑えることができています。これからも公明党が先頭に立って電気代をはじめ皆様の生活を必ず守ってまいります。そしてまた子育て教育をしっかりと支援をしていこう。結党以来その思いで学校の教科書の無償配布や児童手当も作らせていただきました。そしてこの42万円の出産育児一時金をまずは50万円にしていく、子育て予算をしっかりと倍増していきながら安心して産み育てる環境を必ず築いてまいります。生活者の目線を政治にしっかりと反映をさせていくことができるのは私たち公明党しかない。しかしながらまだまだこの兵庫選挙区で定数3から弾き飛ばされて4番手で大逆転をしなければならないというのが私伊藤孝恵の実情です。それでも絶対に負けるわけには参りません。最後の最後まで走り抜いて、訴え抜いて、戦い抜いてまいります。皆様どうか伊藤孝恵にお力をください。伊藤孝恵を勝たせてください。何としても皆さん伊藤孝恵を勝たせてください。伊藤孝恵を押し上げてください。勝ち抜いてまいります。戦い抜いてまいります。絶対に勝ちます。伊藤孝恵にご支援賜りますようよろしくお願いします。